いや、俺も冒険好きなんですね。いや、まだ、冒険だ、冒険かな、あれ。よろしくお願いします。いい匂いです。よろしくお願いします。だから今の時代自体がその何かっていう時になんか、まあ、昔と比べるしかないじゃないですか。まあ、昔をどんだけ知ってるかによって全然使おう、ね、まず分からないじゃないですか。今の時代なんてそんな、うん、大して違うとも言えるし全然違わないわけでもあるし、弱い30ですからね。そう、僕弱い30にして何が分かるみたいな。30だっけ、セコさんも30ですよね。30だよ。チロルではね。そか、昔とか昔のどんないろんな場所とかいろんな時間の時に起こったことをどんだけ知ってるかで今っていうのがもう逆算的に割り出されるみたいな話じゃないですか。っていう選択肢とかは多いんじゃないですかね。すごい、ああそれはそうだ、誰でもアクセス、いろんな情報にアクセスできるから、それはそうやって導き出される今っていうの多いから、その分なんか多様性もみんなそれぞれ違う今っていうのがあるんだろうなみたいな話なんですけど、まあインターネットとかで配信とかもできるようになったし、全然知らない歌ってなかったような人とかの歌も普通に聞こえるようになってきたんですけど、まあかといってものすごい西暦ができてから、まあ2000年前のことあんま知らないんであれなんですけど、そんなに大きな渦で見たら変わってないようにも感じますし、変わってないようにも感じるっていうほど知らないんで何とも言えないんですけど、昔生きてないからそうなんそうなんですよね。そんなもう日銭って言葉が似合うような自分なんで、あんまり時代っていう大きなことも考えられてないんですけど、いい時代だと思います。えっそれを先に、まあ、生活させてもらえるだけでありがたいんで本当に僕は昨日急に世紀末感がもう来たから、あ、いや10年遅れて世紀末来たなっていう感じがありますよね。あの、まあ、システムが全部もう壊れちゃって次のシステムが全然見えないけど、でもその分開放感もあるし、いい混沌の時代になったんじゃないかなと思って、俺は生きてる間にこんな時代来ると思ってなかった、ね、あ、インターネットとかツイッターとか、ウィキリークスとかそんなの出ると思わない、もうこのまま固まってみんな偉いやつがこうやってところてん式にやっていくのかめんどくせえなーってずっと思ってたら、もうボコボコに壊れちゃったから、なんか2010年で僕21世紀になったなっていう感じすごいありますけどね、去年ぐらいから10年遅れで来たから、まあじゃあこれ混乱してんだったら常時で面白いこともできる、しばらくシステマチックになる前にまた戻る前になんかいっぱいやりとけるかなっていう感じはまあありますよね。昨日 そうね昨日そのこのスカイツリーのこのが昨日点灯したんですよね。2日間だけこの門松みたいな こう暗雲の中にこうこれがこうなってた時に自分でイーノとバーンのあのブッシュオブゴーストが急に聞きたくなって聞いてたら、なんでこんなしっくりくるんだろうと思ったら、あ、世紀末なんじゃないっていう、まあそういう感じですね。実感、あ、来た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 っていう、はい、まあそういう時期には面白い人たちも変な人たちもいっぱい出てきますので、まあどっちでもありたいなっていう、ああ、感じのものがあれば美しい。うんこ出ちゃいそうよ、ね、一応スクルーズで昔の新聞なん、はい、だろう、ないのかな、よくないんないような気はしてるよね。まあ大体俺役割ねえなと思いながらなんか作りながら探すみたいな感じじゃないですか。出来上がってから、あ、こういう役割だったんだみたいなことを気づいて、でまた次じゃあその役割
もう飽きたと思って、また次のアルバム作る時に多分作りながら、何なんだろうなと思いながらやって、出来上がって、あ、こういうことだったんだみたいな。でもみんなそうなんじゃないですかね、うん、いや、うちのリーダーは使命感を持たないタイプなんですよ。そうです。だからいや、持って、そう言われると持ってるって言いたくなるけど、いい具合の派遣なんですよ。ちょっと話題になるぐらいのだけど、まあ1ヶ月後またもういなくなってるみたいな。そうそうそう、意外といないと仕事をはかどんねんなみたいなね。そうそうそう、まあ、手探りで何かやってるうちに、あ、後から考えた、無意識でこんなこと考えてたのかもなとかっていうことの方が、うん、イノベーションに近くなるからね。そう、あ、だって目的あったら、そのイノベーションじゃないじゃん。だって予定された範囲のことをやってるだけだから。そうなんですよ。そうそう、音楽じゃなくてよくなっちゃうんですよね。難しいです。これは見せる、桜見せるでしょ。はい。これはロロロ。あ、終わった。すみません。この状態もいいけどね。じゃあ一回ちょっと取る。電気はね。電気3っていう。いや、コンセプトとか。あんま作り、まあそうだよね、りたくない方なんですけど、嫌なんですけど、うん、なんか分かりにくいよね。分かりそうだけど、なんかディレクターにそのちょっとまたちょっと面白いことやってよみたいなこと言われて、かつキャッチーな芸人みたいな、そんな緩いノリだった。本当本当面白いことやってよっていう、うん、そう、ちょっと面白みとか入れてよって言われて、飲み屋感全然、新しいコント考えてよみたいな。そうそうそう、そこで俺は悩みましたさ、悩みましたそれは。おかしいでしょ。悩んで苦肉の策として、と絶対多分みんな分かんねえだろうなと思って、最初のスタッフとかメンバー交えた会議でこういうので行こうと思うんすよっつったら、ね、意外といいんじゃねとかなって、大していいと思ってる風じゃなさそうなんですよ。いや、なんと疑心暗鬼なんだ。いいんじゃねとか言われたから、マジかっつって、分かりづらいぞこのテーマと思いながら、けど、ね、それになったみたいな感じですね。一曲ずつこう出てきてくるたんびに、うん、あ、こっちの考えだったのか、こっちの考えだったのかってこう思いながら、こう、あ、こうなんかお互いが動くようなところがあるんですけど、このあのタッチ25だっけ、25パネルがだんだん見えてくるような、はいはい、そう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 、そで、まあ、あれで答えがないバージョンやってるから分かんないですよね。俺も分かんないし、うん、でも僕が今のところは考えてるのは、うん、あの パンフも含めてじゃないと意味が分かんない曲とかやってる。まあパンフっていうか、あの、そうです、文字が、あの、出版物がないと音楽に意味が分かんないようなことやってるわけだけど、音楽の一部に出版物もあるし、出版物の一部に音楽もあるっていうか、なんで出版物と音楽がこう切然と分かれてなきゃいけないのっていうところを多分考えてるんだと思うんですよね。そうすると配信だとできないこと、まあ結果配信だとできないことも中には含まれてきちゃうじゃないですか。だってそれ出版物も音楽の一部だとして目から聞くわけだから、うん、それをやろうとしてるんだなと。でもこのことはなかなか説明しにくいから、まあとにかく早くできてくれると俺もいろいろプロモーションのことを考えられないけど、でもまあ今でまたパネルがまた開いてるから、そうじゃない一個パネルが開いただけでこっちの意味が全部変わるようなパネルが開く可能性が今まだある時期なんですね。それでモゴモゴ言ってるでしょ。そう、ね、このリーダーモゴモゴしてますけどね、このリーダーは。全部それをできた CD の物を取って見て聞けば全然わかると思うんですけど、それがないと何とも説明できないんですよ。でもそれってじゃあ逆に CD っていうフォーマットでやらなきゃできないことではあるので、逆にそういうのを探ってたんじゃないですかね。 CD ってフォーマットでしかでうまく説明できちゃうじゃないですか。なんとなくこんな感じねとかプレス資料とかいっぱい送られてくるじゃないですか。大体わかるじゃないですか。わかってくるじゃないですか。なんかどれがよくわかんない感じっていうのが、聞いてみないとわかんねえな。 CD に対する、対して真面目に一回やってみようって CD ってフォーマット。別に全然僕配信に対してアンチとかないんですけど、全く全然いいんじゃんと思ってるんですけど。でまだ時代の変わり目にだからでしょ。いやじゃん、飲み会一回しようってことですよね。そうそうそう、忍ぶ会だな。なんか CD を忍ぶ会、そうそう、聞くだけじゃなくてそれプラス何かその能動的に動くものを入れないと、あの音楽を聞くって、俺は音楽を聞くっていうその概念からもう一歩出たいっていうか、もう一歩出たいって言うと変ですけど、うん、広げたいってことでしょ。そうですね。出版業界はものすごく怖がってブルブル震えてるけど、音楽の人たちはいろんなとこでちゃんとなんかこう冒険してるなっていう思いがあるので、僕はそっちにジョインしたいなっていう、うん、思ってますよね。かなりちょっと相づちを求めるんですか、ね、そこでリーダーのほら冒険してる風なのにあんまピンとこない
ていう冒険してる風なものとかあんま好きじゃないんですけど、冒険してる風なんだったら別に家でおこた入ってる風なものの方が好きですね。全然無人島で生き抜くゲームお前好きじゃん。好きですよ、うん、あれはすごいいいゲームな冒険いつまでもあれやってんじゃん。 iPhone のゲームなんですけどね。あれあれや好き、俺も冒険好きなんですね。いやぼまだ、うん、冒険だ、冒険かなあれ。まあでもあれは冒険つかも無人島で取り残されて何か生き延びなきゃいけないサバイバルでしょ。あでもそういうことですね多分。似合います、ね、いいね。これ戦後間もなくですよね。戦後間もない側ですね。完全に親父の写真こんなだった。せーの、ノーミュージックノーライフ。ありがとうございました。ありがとうございます。Power Records.